こんにちは。4月の19日火曜日の日替わり竹部でございます。さて、また今回もちょっといっぱい持っておりますけども、両手に持っておりますが、いくつか持って資料をご案内をさせていただきながらの本日の東京市場、振り返ってみたいと思いますが、まずは、昨日のところから行きましょうか。こちらでございます。アメリカの、ブリンケン、米国、国務副長官。この方、いつもって言ったらあれですね。よく来日なさいますけども、日本に対しての協力をまた申し出たよというような報道が外務省のサイトから出ております。で、これ何かというと、ご存知の通りでございますけども、改めて、熊本大震災被害に見舞われた方々、お見舞い申し上げますが、米国からもこうしたですね、協力の要請が出てますよというところでございます。で、本日でございますけども、激震指定というところでの合わせ技を考えてらっしゃるんでしょうか。補正予算、復興支援というところでの予算はまだ予定をしていないんだと麻生財務大臣がおっしゃってました。そうしたところでは、激甚災害での、これ公共事業とかそうしたものに対する国の補助率の、補助率の、調整というところでの支援なのか、もしくは補正予算、2016年の、予算の予備費3500億の中から支援なさろうというようなお考えなのか、ちょっとその辺が非常に微妙なところではございますが、いずれにしてもですね、熊本大震災、大地震に対する復興の力を入れるというところは明確におっしゃっているわけでございますが、さて、じゃあそうした動きの中で、本日の東京市場でございますが、熊本大地震に対する企業に対する影響というのは昨日大きく取り出されたわけでございますけども、マーケット、株式市場においても、ドル円相場においてもどちらかというと、原油の動きに合わせての、過度な下押しというものが低減したとこういう動きの中で本日こうした動きになったところでございます。で、今日の東京市場というよりも昨夜の欧米市場の動きの中でドル円が大きく買い戻されての本日東京市場でございました。そうしたところではもう109円台目前という動きの中でドル円相場のドル高円安を意識したというところで日経平均株価、こちらのはクリック株365、日経225指数、CFD225 指数の方でございますけども、1万6000、これ500円水準から1万6900円水準まで、意識するような形でぐっと上寄せしたというところでございます。ただし、先物市場の方からちょっと聞こえてきますので、これ以前も申し上げましたけども、数秒、数枚単位でずっと先物市場の方から、緩やかに、ファンド勢が今まで売っていたものをまた買い戻しするような動きをしていたんじゃないかというふうにして言われておりました。さて、で、こうした動きでございました。で、ドル円相場の方も、ただし109円台のミドルをちょっと突破するところには至らなかった。ただし、株式市場の方は、まだ、堅調性がなんとか維持されていると。で、その堅調性が維持されている一つの、データ的なヒントになりますでしょうか。これも以前ご案内させていただきましたが、本日の4月の19日付での先物オプション、5月 SQ の部分でございます。またちょっとご覧になっていただければと思います。アップでご覧になっていただければというふうにして思いますが、向かって左側、18,500 円、18,000 円、17,500 円と、18,500 円コール。売ってる人もいらっしゃるわけでございますけども、ストライク18,500 円、18,000 円のコール、それぞれ3000枚を超えてるようなかなりブルコールな動きが強まっているというところです。もちろんロングストラドルないしはロングストラングル組んでらっしゃると言ってもちょっと下すぎるのかなというところでは1万5000円のプット、こちらの方も3000枚を超えておりますので、どっちの方にもスタンスとしては、ストラテジー戦術組んでらっしゃるのかとは思いますが、やはりちょっと上値を意識しているような市場参加者が増えてきているのかなとこういうところが本日の、株式市場から、先物オプションの方からちょっと感じられたところでございます。さて、そうなりますちょっと次の新たなるテーマは何なのかと、ちょっと目先のところですけれども、今夜でございます。イタリアの中銀総裁、そしてバンコブカナダ、もしくは英国中銀、RBA の総裁もそうなんですけれども、夜それぞれですね、議会証言であったりだとか、講演がちょっと予定されているんですが、ちょっと竹部的にはもう一つちょっと注目しているところがございます。で、こちらの方は何かというと、ワシントンポストのこれサイト版の方なんですけども、ちょっとご覧になっていただければと思います。クイント&トランプホープニューヨークプライマリーセメントゼアフロント
ランナースタンスと、要は今夜でございますけども、米国の大統領選挙の予備選挙ございます。で、フロントランナーのスタンスがどういった形、まあ、期待されている望ましいっていうような形で予約すればいいんだと思いますけども、今夜実はニューヨークにおいては、アメリカの大統領予備選挙が開始されるわけでございます。そこで今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います。ニューヨーク予備選はドル円に影響するかというタイトルです。で今夜19時から始まります。まあ、それぞれ共和党民主党の投票権持ってないと大議員の、まあ、あれにつながるところでございます。ないと関係ないのかもしれませんが、実は、まあ、実はというか、今更ですが、クリントンさんもトランプさんも、ニューヨークが地盤であるというところですので、かなりマスメディアはこちらの方、政治的な話ではありますが、注目度が高いんではないか、ウォール街の方も注目する、せざるを得ないんじゃないかなというところで取り上げてみました。実際のところはですね、まあ、非常に不透明なところではありますが、ウォール街は一部では、トランプさんを支援してるんだとか、クリントン、まあ、いろんなですね、諸説が、論説が出ていますので、なんとも言い難いところではございますが、いずれにしてもですね、つい先日、G20 において、かなり麻生財務大臣などからの、まあ、為替変動に対する、我が国の立場を申し上げたにもかかわらずという言い方なんでしょうかね、ルー財務長官から、まあ、現状のドル円相場、大きな変動ではないじゃないか、というような指摘があったというところで、ちょっとドルの重さ、でこれはひょっとしたら共和党の筋からは製造業も 今後の、議会工作というんでしょうかね、議会と付き合っている上で製造業もんばかってるんじゃないかというような、声もニューヨーク市場からちょっと聞こえてまいりました。ちょっとその辺の真意は非常に測りがたいところではございますが、事実としてドル円相場109円の8090がもうかなり重いと、抜けきれないねというところかと思います。で、もうちょっと手前のところですが、109円の1020水準も重くなってきたというところで、今夜でございますが、昨日の夜上昇した上昇帯、ここの水準を埋め戻していく可能性があるんじゃないかなというふうにして警戒しております。108円の76アラウンドが冷やし一目の転換線でございますので、今夜でございますが、この水準をめぐって再度109円台の前半を超えていくことができるのかどうかと、こういうところが上値におけます大きなポイントで、下値でございますけども、この108円台のミドルが維持できないような形になると、またまたでございますが、108円台の前半、そして107円の80、この辺をですね、90アラウンドが大体中心帯だったと思いますが、もう一回この辺で、まあ、トリプル、クワドラブル、4回転してますけども、もう一回試すような5回転目ぐらいのところまで行くのかどうかというところが、下値のリスクというところです。で、上値においては繰り返しになりますが、109円の1020水準をもう一回突破していくことができるのかどうか、ただし、その後に引き返しところが109円の8090と、こういう水準です。ちょっと今夜は非常に難しいで、これどの程度まで影響してくるのかわかりませんが、明日の午後、東京時間の明日の午後にですね、体制が判明するというふうにして言われておりますので、ニューヨーク州のこの動きがですね、まあ、政治的な動きが改めてドルに影響してくるのかどうか、あまり経済指標などには注目度が低いんですが、為替を取引する上ではちょっとご留意していただければと、こういうところで今回ご案内させていただきました。本日が火曜日でございますので、今回のテーマは、覚えたい買いため金融用語ということで、ちょっとトリプルトップとこういう言葉をご案内させていただこうかと思います。もちろん株式相場にも当然あるという言い方になってくるかと思います。なんて言うんでしょうね、三尊とでも言うんでしょうか。三回転上とでも言うんでしょうかね。まあトリプルトップって普通に外為用語ではよく出てくるので、ちょっと使わせていただきますが、まあまあ、株でも為替でも基本的には、相場を読む上では基本的には変わりません。三つの山、要は上値を天井、三つ完成した後に、その三つのネックライン、上昇帯のところそれぞれ結んだところを下突き抜けた場合は、今度はトレンド転換が示唆されるよというような、まあ、売りサインになるよ。これ確か坂田高校でもあったんじゃないかなというところで、多分各種外為金融用語に限らずでございます。まあ、
共通の金融用語かとは思いますが、今回ここでちょっと取り、今一つの参考例としてご案内させていただこうかと思いますが、日経平均225でございます。16,860円の水準がなかなか抜けきれなかったねというところがですね、今日のまあ東京市場終盤での動きでございますが、この水準、トリプルトップになるという見方をするのならばですね、もう一回16,600円水準、要はネックラインのところが試されると。で、この水準が抜けてしまうようですと、16,200円水準まで下落リスクが強まる可能性があるというところです。したがって、この16,800円、ないしは900円水準でしょうかね。まあ、ちょっとこの辺は荒々のところで丸つけてますが、この水準をつけて、突き抜けていくことができるのかどうかというのが、今夜も、ドル円レートと横にらみでちょっとご注意をしていただければというところです。で、ちなみにこの水準を抜けていくと、今度改めて問われてくるのが17,000円台での重さと。こういうところになりますでしょうかね。この水準は当然節目になってまいりますので、大きなポイントになってくるので、先ほど、ご案内させていただきました、225のオプションの方でございますけども、やっぱり17,000円水準、こちらの方はまあ大体2000枚弱ぐらいの、まあ、コールの出来高ができているというところは、この水準、基本的なコールの買い方としては、もっともっと上に行ってもらった方が旨味があるよね、というところになってくるかと思いますので、先物の動きが並走して出てくるのかどうか、17,000円の大台というのはこれも当然大きなポイントになってくるかと思いますが、先ほど申し上げた通り、今夜、米国の政治イベント、まあ、もちろんその他にも、米国の経済指標などございますが、ちょっと合わせてですね、こうした言葉と合わせて、ちょっと今夜の動き、十分ご注意していただければと、こういうふうにして思います。改めてでございます。昨日ですね、原油の下落に対してさらなる加速、まあ、これは要は、原油国での合意、ドーハの合意ができなかったとこういうところだったらさ、今度はクウェートにおいてですね、ストライキがあるということで、需給の方が少しタイトになってくるんじゃないかというところで、40ドル台また上つけたような形になっておりますが、原油の下落というものにおいてもですね、かなり株式市場も為替市場も振り回されているような状況が続いておりますので、こうしてヘッドラインニュースの方もですね、引き続き、注意深くチェックしていただきましてお取り組みいただければというふうにして思います。以上、4月の19日火曜日の日替わりだけでございました。